紅茶？どっちのお茶が美味しいか戦うんかな。古代中国には幻の名茶と言われるオスコッキン茶とメスコッキン茶があった。ヤギ一族によってメスコッキン茶の一族は滅ぼされた。それがあのダメ親父の言ってた呪いか。コッキン茶の呪いが、コッキン茶の呪いがほんまにあるんやったら私がどこ。お茶に関わるのだけはな、絶対に許さん。バカ、我やったお前ちっちゃ台湾。娘を探しています。メスコキンちゃん、お待ちですか。いいよ、交わって I know why。 お前、親父だったんだ。お父さん、あ、茶還給我。茶禅なら茶禅らしく、お茶で戦うべきや。斗茶開始。お父さんの入れてくれるお茶が大好きやった。你们就是，你不是不要我了吗？我想要的没有。いつまでそうやって逃げる？お父さんに立ち直ってほしいの。幸せを呼ぶ幻のお茶に隠された謎とは。そしてお茶に心を奪われた人々の運命は。紅茶。